アンサングシンデレラ青い緑のお薬講座。はじめまして、薬剤師の青い緑です。今日からお薬とお水がの飲み合わせや目薬の差し方、お薬手帳など生活に役立つ情報をお届けします。ご紹介する内容は知ってるようで知らなかったことが多くあると思うので、少しでも役に立つ情報をお伝えできたらいいなと思っています。第1回目のテーマはお薬とお水以外の飲み合わせについてご紹介します。お薬を飲むときに一番好ましい飲み物はお水です。最近ではお茶で飲んでも問題ないと言われていますが、お薬と相性の悪い飲み物もあるので注意が必要です。いくつか注意すべき飲み物をご紹介します。牛乳、コーヒーや栄養ドリンク剤、グレープフルーツジュースです。まずは牛乳ですが、一部の抗生剤、便秘薬などでは牛乳に含まれているカルシウムが結合して吸収されにくくなったり、お薬の効き目が弱くなったりします。次はコーヒーや栄養ドリンク剤です。これらにはカフェインが含まれています。市販の総合感冒薬などにもカフェインが含まれていることがあるので、飲み物とお薬のカフェインが重なって過剰摂取となり頭痛などの症状が出ることがあります。最後はグレープフルーツジュースです。グレープフルーツジュースの中に含まれている成分が血圧を下げる薬、転換薬、免疫抑制剤などの作用を強くして思わぬ副作用が出てしまう場合がありますので注意が必要です。いかがだったでしょうか。ここでは紹介しきれなかった飲み合わせや食べ合わせは他にもたくさんあります。不明な点や疑問に思ったことがありましたら気軽に薬剤師に相談してください。次回はお薬を飲む時間やタイミングについてご紹介します。